これぞれにですね、感染症対策でしっかりとマスクとかね、手洗いとかこういうのきちんとできます。皆さんも安心していらしてください。すごいショック毛先が歯と歯の間に分かれて入ってくるの見えますか？あ、見えます。その状態をご自身で作り出して、そしてその場でこのぐらいしたら取れません？あ、本当だ、本当だ。心の中で 5、6 秒カウントしてもらって、そして次の場所に行く。これが基本です。ギュッと当てると入らないし、ザーッと当てると歯と歯の間に入らないので、少し沿わせて歯と歯の間にこう毛先が分かれて入っていくような感じで。あ、気持ちいい。歯茎にマッサージしてるみたいです。歯に対して斜め45度の角度で当ててあげると大体当たります。前歯なんかは縦です。振動させやすいので、もうちょっと優しくても、これぐらいでいい。結構今の力強い、すごい綺麗になりますね。本当だ、歯ブラシ1本でここまで綺麗にはできます。歯科ブラシどういうの使ってます？まっすぐって奥やりにくくなるんですか？やりづらいです。だからできれば奥歯なんかはこう L 字の曲がってるタイプがいいです。まあ、いろんなサイズがあるので、その隙間に応じてどのサイズがいいかっていうのは歯科医師が見た方がいいとは思います。ねえ、ちょっと血が出ます。おお、ちょっとこれはこれは血が出ちゃった。でもそれは炎症があるから出るので、これはひるまずにやってください。はい、やらない。あのデンタルフロスとかの方がいいんですけど、こういう入るところはうちのブリッジとか入るところはやってください。ちゃんとフィットしてる感じです。しっかりと、なんか適当に薬局で買っちゃうんですけど、やっぱ大事ですね。ザ・ホワイトデンタルクリニック。いやー、すごい。なんか結構自分でできると思ってたんですけど、こうやって改めて指導していただくと全然違う。今歯茎がすごいなんか熱いっていうか活性化してる感じですそう、マッサージ、歯茎もマッサージ、クリーニングも大事なので、ぜひクリーニングもいらしてください。ここでも、このブリッジ、虫歯になってきてる、この横から。you
歯の横、今やってるところも歯間ブラシをした方がいいですね。うわぁ、歯と歯の間めっちゃ綺麗になってる。すごい。歯間やったんですけど、めっちゃ臭い。ウサギの餌みたいなのにめっちゃくちゃ。あれすごいですよね。あれ先生なんかものすごい顔が変わってるすごい美人、今も美人やばいなあれすごいよね。 8年前今と違いすぎるすごい美人、今も美人。ちょっといいですか、肩取らせてもらっていいですか。はい、ちょっと押さえます。外しますね。かわいい、かわいい、うおー、すげえ。綺麗。なんか今、なんか入れ歯が外すのにこういう感じじゃなかったって思って。みんな歯抜けるとか言う。夜眠くなるとなんかたまに磨かなかったりするのを反省しました。すごい綺麗になった。今日は本当にありがとうございました。ぜひカウンセリングとクリーニングに一度いらしてください。ありがとうございます。バイバイ